今回は東京にできたラビスタ東京ベイに行きました。豊洲駅から臨海線でまずはチームラボプラネッツ行きました。全面展望いいですね。お待たせいたしました。この電車は新橋駅です。次は新都チームラボプラネッツ。なんか怖い。ある意味足湯のような結構な衝撃でした。魚。そこから徒歩でラビスタ東京ベイに行きました。途中ローソンでお買い物。北海道では釧路と函館に泊まりました。これか。大きいホテルだね。これっぽいな。2階がフロント階です。入り口です。フロントです。10階です。景色がすごいよ。これまっすぐ行けば確か元の築地。眺めはいいですね。お、船着き場まであるよ。これ15階の温泉からはレインボーブリッジが見えます。このおじさんは温泉行き過ぎ。よし、本当に初見。はい、はい、着きました。ラビスタ東京でいいのかな。トイレでシャワーかな。もう開けなくていいか。一応靴は脱ぐかな。で、洗面と。おお、やっぱ綺麗。ああ、6500円だからな。まあ、文句は言っちゃいけねえけど。そんで、眺望は、まあ、ちょっと厳しいかな、これだと。からさっき来たんでね。あ、こんな感じです。ここの温泉は愉快爽快、三郷から運んでいるそうです。市場前なので正直夜は何もないです。豊洲駅まで戻ってお寿司屋さんに行きました。ご視聴ありがとうございました。